バリサン TV。 バリサン TV。 よろしくお願いします。さあ、今日はゲスト会でございます。やばいよ。私が基本的にとにかくテンション上がってるゲストは本当に来てました。元グリーンジャイアント、元ショートサーキットのドラム、森安さん。伝説のバンド。いや本当よ。いいんですか。いやもう全然ありがたいです。ちょっと人を介してちょっと森保さんが、あの番組でグリーンジャイアントの会やってくれたよっていうのを言って、ここのもう一人のここに間入って、僕もバンドマンの方なんですよ。ここの方がユッティさん、ちょっと森保さん、森保なんて言ったっけ、出てくれるよって。えっつってで今日来てます。すげえなー。何でも聞いていいんですか。何でも聞いて。ちょっとさ、聞きたいこと山のようにあるんだよな。言えないことばっかり。いや、そうかもしれないですね。確かに。なんか、あの頃の横浜界隈もね、ちょっと知りたいもんね。いや、ちょっとせっかくなんで、僕やっぱりね、グリーンジャイアント大好きだったんで、ちょっといろいろ聞きたいです。まずグリーンジャイアントってどう結成したバンドですね。横浜クラブ通報っていうのがあったんですけど、まあ、そこで働いてた人たちで結成したみたいな。あ、そうなんだ。わかりやすく言うと。で、そこにはシャーベットのメンバーもみんないたし、ハスキーのメンバーもいて。トゥルフォーすげえよ。本当だな。そうだ。で、なんか面白い人がいっぱいいたんですよ。ヌードルスのメンバーも。で、グリーンジャイアントのメンバーもいて、それでなんかこう、バンド組もうみたいな。あ、そこからもう本当に若い、10代、20代前半。20ぐらいですね。それ何年ぐらいですか。それ活動したのは本当3年ぐらいなんですけど、さっきで自分で調べました。はい、あ、94年。ど真ん中じゃないですか。我々の。そうよ。4年結成。94年スタートの97終わり。そうです。あ、そんな3年だったんですか。そうです、そうです。3年。3年。ちょっと僕多分全音源興味ある。すげえ。すごい。まずスカム、はい、スカム、スカム、そうですよね。スカムでテイクミーアウェイね、こうやってたんですよ。これ手に入んなかったんですよ、なんか。これか、そうらしいですね。そう。で、これ僕テイクミーアウェイ聞いて、これ聞いて僕グリーンジャイアント好きなんですよ。あ、かっこいいバンドいろいろして。で、なんかちょっとスナップっぽい。スナップね、みんな聞いてました。あ、やっぱそうですね。え、この時は組んでどれくらいですか。これはでも、1年経ったか経ってないか覚えてないですけど、これいつ出たんですかね。1995。結成して1年ぐらい。あ、じゃあ1年ぐらい。1年結成して1年。あ、クラブ24ってこと。そうそうそう。っていうかこれ見たらあれなんです、結構横浜のバンドで出してるみたいなとこあるんですか。そうなんですよ、それ本当に本人が本人の入ってる CD 見るマジマジと見てるこっちさんあるか、恥ずかしいなと思って。持ってないですか、さすがに。持ってます、どっかにあるね、一枚です。これ久保ちゃんが書いてるんですよ。あ、そうなんですか。そう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 。で、これはね、そう、これだからシャーベットとか入ってる。そうそうそう、なんですよ。スメリングバンド、この頃多分、横浜のバンドと東京のバンドが結構一緒にやりだした頃。あ、じゃあちょっと興味を持ち出した頃でしたね。1990年。多分僕らは横浜で結構やってて、でそれこそシャーベットからアンチとか出始めて、でスプロケとかと一緒にやるような。ああ、スプロケットオイルはなんかシェルターのイメージがあるな。そうで一緒にやるようになって、それでこんな感じになって。ああ、それちょっと東京と横浜のそう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 メンバーでちょっと出そうって。そうだと思います。いや、すごい。これの時ってやっぱまだ20前半じゃないですか。20歳ぐらいすごいよね。それで CD を出す、CD 出す、それで音源になった、なんかこの何ていうんですか、周りのざわつきはあるんですか。例えば親とかでもいいんですか。あ、CD 出したな。わかんなかったですね。もう、あ、でも若く勢いが若すぎてもそうか。ちょっと実感もよくわかんない。よくわかんないですよ。例えばライブの動員増えたとか、
これ出してすぐはそんなに増えてないまだですか、はい、どうなんだろう。いや、これはどうですか、スナフィスマイル。これはね、これはね、笑ってじゃん懐かしいなと思った。持ってます。持ってます。持ってるこれいや、これでフィールオーライト入ってる、はい、これが2つ目ですか、音源って。これはそうかもしれないです、うん、いや、これもだってハスキングビーフにそうですよ。シュガートマンとかノーバディーズとか、うん、これすごい覚えてるのは、はい、レコ発をアンチでやって、はい、その時のメンツってどういうメンツですか。このメンツです。あ、しゅ、あ、もうこのままやるわけです。これシュガートマンハスキングビーフ。あ、俺このフライヤー見たな。96ぐらい、あ、これ96。でこれ結構人が100人以上入って、あ、すごい。じゃあこの辺からそう、その時やったなって思う。ちょっと来たぞ。来たとは思ってないですけど、あ、そのイベント自体にお客さん入って嬉しいなっていうところで、ね、初めて結構そういうわってした感じ。これのスナフィースマイルのこの組み合わせ、1個前がシャーベットとかですよね。でしたね。でした。その時はどう思うんですか。お、生きてるねみたいな気が。いいなって。あ、やっぱ羨ましい。声はね、どう声がかかるんですか。うちやらないみたいな。こういう時は、英文さんっていう人が、はい、あのスナフィースマイルを発表してて、で、まあ、ライブ会場とかよく会うじゃないですか、はい、それで、なんかこうオムニバスのシリーズをやってて、はい、で、なんかテープとか渡したり。あ、じゃあ、向こうがテープ聞いて、あ、じゃあそうだろう、次やろう。なんかいいすげえな、徐々に来てるよ。来てるよ、ちょっとこのイベントでお客さん入りました。次、どっちだ、こっちですか。こっちですか。あ、こっちじゃないですか。こっちか。こっちじゃないですか。あ、じゃあサムシングエルスを、うん、これスパイスオブライフ、片山さんのところですね。そうそう、シャーベットドラムも。そうです。これ出した時はもう結構お客さん入ってます。いや、基本そんな入ってないです。そうみんな聞いてましたよ、我々の前。聞いてたし、俺行くライブほとんどお客さん入ってました。結構見てると思うね。結構ないと思います。やっぱこう、本人と行ってる人の気持ち、あれは違うのかな。そんな前んじゃない。いや、前でしたって。たぶん僕も19ぐらいの時だから。まあね、まあね、19ぐらいの時だから。これの時は、これの時はもう結構みんな仲間メンツですもんね。ライフボールもいるし、マハスキンもいるし、バックドロップも入ってますね。すごいメンツだよな。いや、そうなの。これジェリーベリーって言われてスプロケットホイールのメンバーが合体してるんですね。さあ、ルードボールも。そして、これですか。これさあ、そしてこれですね。タントボール。タントボールに行こうね。すごっ。これはいいよね。これはどうだったんですか。出すってなった時に。これ嬉しかったですね。やっぱりそうですよね。いや、多分ね、森安さん以上に俺が嬉しかった。めっちゃ売れたんですよ。いや、そんな売れてないじゃないですか。いや、俺売れて、俺ファンだから。でも、マジでみんな持ってましたよ。持ってたわ。俺だって、このなんかグリーンジャイアントが、あのね、7インチ置いてある時に、やっと来たよと思ったんですよ、ね、本当に。で、その前にシャーレットハスキングのピザオブですから出してたじゃないですか。ああ、そうだ、出してたね。で、またグリジアのピザかなと思ったら、スパイスオブライフだ。ちょっとピザ、ちゃんとグリジアも出してよと思ったら覚えてますよ。あ、なるほどね。誘えなかったな。ちょっと話なんですよ。いや、でもこうやってね、ちゃんとスパイスオブライフ出てるわけですから。これの時は、まだギターの方も、はい、ハザーさん。そうそう、ハザーさんの時ですよね。そう、これがね、やっぱいいのよ、アンダーズスカイね。うん、最高。これで、ヒーローライトの、この、これの、再録版ですよね。そうで、でサラダデイズも入ってて。サラダデイズでしたっけ。そうです。そうですよね。これがよかったのよ。これいいっすよね。これいいっすよ。これ、聞いたことあります。これ、多分持ってるかもしれないです。あ、ギリわかんない。いや、ある、あれ室内あるかな。で、何枚かあったらあげちゃったの。こういうのってたまに聞きたくなってるじゃないですか。自分のやっぱこの昔の聞くとどういう気持ちを聞きたい。なんか、あれ、なんか若い子思い出しますよね。あの頃の感じを思い出すってことですか。思い出しますね。この、あ、はい、あの、ちゃんと付き合ってたなと
か酒飲んで喧嘩したら、ああいいの90年代だな、そういう感じ、そういう毎日でした。それがこっちです。ああそう、そうなんだ。それ最後と。ああ、これギターの方変わりましたよね。これね、変わりました。そうっすよね、達也。これはギターがチェンジしたいきさつみたいな、どういう、これと確か波澤君が抜けるってなって、それは別にいざこざではなく、いざこざは毎日だったそう、いやその後が楽しみになってた。そうか、え、メンバー内はまあまあギスギスして、いやギスギスして仲良すぎてすぐ喧嘩になっちゃう。そのケッケケッケやってたら、そう、なもう大体あれですね、ひっくり返す感じですね。でもうちょっと俺はいいわっつって、松本さんが、そうそう、何が原因だったか分からないですけど、じゃあやめますと。そう、やめますって。で、募集の方はどうやって入ってきた？あれですね、スピットミドルフィンガーがあって、そこの達也が、じゃあやるよっつってやってると。で、彼はベースだったんですけど、あ、そうそうそう。で、ギターでも3年間で結構ドラマチックですね。結構出してるってことですね。そうですね、割とやりましたね。割とやってますよね。その集大成のアルバム見たかったね。確かにそれはどうだったんですか、アルバム出すみたいな話は。うん、そこまで持たなかったんでしょうね。あ、やだー、まね、そうか、そのまだ若いし、そうそうそう、そのちょっとしたことでも解散っていう方向になっちゃうというか、多分それぞれのバンドに、うん、まあ、いろいろな分かれたわけなんですけど、はいはい、なんかそういうモードにもうみんながなってて、あ、なんかシフトチェンジしちゃう。後半のブリデートはもうちょっとそれぞれが違う方向を向いてた感じなんです。うん、なんかこうそれぞれサムとか、はいはいはい、ビーチとかそういうのが分かれたと思うんですけど、なんかそういう感じにもう周りがなっちゃう。ちょっとそれ後に聞いていいですか。いやいや、めっちゃ聞きたい、ね、なんか僕の、ね、なんかね、思い出でシャーベットか、ライフボールの解散ライブかな、うん、シャーベットかな、なんか横浜の、うん、横浜じゃない、下北のシェルターですね、シェルターかなんかでやってて、なんか同じ日にやってた。そう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 っすよね。あれ何なんですか。あれはね、たまたまかぶっちゃったんです。たまたまかぶっちゃったんです。それそういうことなの。そう、たまたま、まあ、ライフボールの方出てたんです。いや、違う方出てました。違う方に出てたから、だからそのライフボールの方はシェルターでやってて、僕らね、ガレージ、あ、そんな感じですよね。そう、なんかすっげえフライヤー見て、なんでこんな被ってこんなバンドが散らばってんだ、うん、もったいなーって。なんかたまたまやってくれみたいな感じになって、そう、企画をなんかやったんですよ。じゃあぶつけたわけじゃない。全然たまたま合わさっちゃったんです。そう、たまたま。あとその後のレバーズも見てるんだ。俺もそうですね。その話見ました。見ました。それを見て、はい、なんて詳しいじゃん。いや、だってなんかやっぱソバットのその時ファンばっかりだったの覚えてますよ。まあ、で、なんかね、グリーンジャイアントがセミ、あの鳥前、うん、ソバットの前で、で俺はもうなんかなんでこんなにみんな暴れないんだろうな、うん、うずうずしてて、そしたらなんかこう多分ね、あの頭蹴られるぞ。みんな盛り上がらないとみたいな、あの帯の言葉をね、ヒーって言ったら盛り上がり始めて。そうですそうですよ、ね、それですごい覚えてる。覚えてます、思い出共有してる。そうなんですよ、それを言ってたから、はい、チャンネルで。ああ、はいはいはい、覚えたと思って。そう、いまだに覚えてます。もう覚えてます。覚えてますよ、やっぱり。そう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 、なんかちょっと怒ってる感じの MC。 ああ、なるほど。なんで俺ら一生懸命やってるんじゃないけど盛り上がってよみたいな。そこでなんかちょっといじり捨て台詞っぽく言ったんですね、お客さんに。盛り上がんねえなみたいな感じで、そしたらドーンと受けて、でも大盛り上がり。懐かしい、懐かしい。ちょっと森保ナイトとかいろいろ聞きたいから、ちょっと次にすいません。今回は、はい、元グリージャンティ、そして元ショートサーキットのこの森保さんが来てくれました。というわけで登録、そしていいね、よろしくお願いします。またね、バイバーイ。